坂本様よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。後ろに何か出てきてまいりました。我々今辺野古移設を推進する署名活動をやっております。皆さんの署名の中、皆さんの資料の中にもこういったものが入っております。もう皆さん協力いただいていると思いますけれども、改めてお願いしております。なぜならば、11月末には県知事にこの署名を提出します。目標は5万人で、この署名をですね、今なぜここで紹介させていただくかといいますと、日本を沖縄ウイグルにしないためにもこの署名必要だと思ってこの場をお借りして発表しております。なぜならば、今日本は憲法9条がありますし、自衛隊がいくら協力でも憲法9条の組織がある限り日本の国を自力で守ることはできません。悲しい現状でございます。そういった現状を今米軍が抑止力を持って守っているというのが現実でございます。そのため安易な反米運動は沖縄をウイグルにしてしまう、また危機に陥れる、このことに他なりません。そのことで今米軍もまた日本政府も情報に情報を重ねて辺野古移設という案を生み出してきました。ところがその真意がマスコミによって伝わっていません。それをなんとか今情報を重ねてきた17年前の約束であります辺野古移設という本来の案に戻して、そしてその上でですね、米軍の基地はこれによって縮小します。抑止力を残した状態で整理縮小されます。そのために我々は署名を持って今言い出しにくい環境にある県知事を後押しするためにも、またそこの辺野古移設がなった後に沖縄県民は反対ばかりではなかったという証明のためにも今署名を行いたいと思い、そしてそのことが日本の国防につながると思って署名をやっております。今1ヶ月でなんとか1万を超えました。しかしまだまだ半分以上残っております。来日 OK、 さらに知事の方がですね、本当に未来ですね、幸せになるためにもう確信でも構いません、どうぞ来日 OK でございます。改めて申し上げます、来日は OK です。ぜひぜひ皆様5万人の目標を必ず我々は達成して県知事を後押し、そして沖縄県民の名誉毀損状態をなんとか訂正したいと思っております。名護市長の稲嶺市長はキャンプ反省を返せ返せと言って、いざ160ヘクタール返すぞと言ったら返さないでくれと言いました。皆さん恥ずかしくないでしょうか。うちに沖縄県に引っ越してきてまだ何年かになりますけれども、本当に恥ずかしい思いをしました。県外の人から電話かけて何考えてるんだと言われました。こういった嘘をつくのはもうやめましょう。そして自民党の浅藤さんもですね、衆議院参議院選出られましたけど、本当にああいうような形になってですね、県外移設を答えざるを得なかった、こういった閉塞した状況をなんとかこの署名によって変えたいと思っています。そして反米運動じゃなくて沖縄県と、そして米軍基地、そして自衛隊、その抑止力をですね、きちんと理解した上での沖縄県にしていきたいと思ってこの署名をやっております。この中にはですね、皆さん最後に何を言われても構わないように論理武装の、どうやったら言い返せるかということも入っております。ただまた改めまして、代筆は OK でございます。で、無料送付の封筒もなんと漏れなくついてきます。で、皆さんこれは沖縄県民の署名です。沖縄県民の名誉のためにもぜひご協力お願いします。そして後ろにいますのが全国日本会議という組織がありますが、その日本会議は全国17キャラバン隊として今沖縄に来てくれております。そしてですね、これから大平交差点で乗船活動をしたいと思っております。で、行き行く車、また来る人たちに対してですね、今まで宜野湾や名護で行ってきました、今度は浦添で行います。この真実を伝えてですね、決して日本政府も米アメリカ軍もですね、皆さんに悪意があるからこういうことをしてるんじゃなくて、ちゃんと譲歩してきてるんだよと、そして米軍の力必要だと、今の状況ではですね、中国という脅威があるということも伝えていきたいと思って今乗船活動をやります。皆さんお帰りの際は浦添交差点ぜひお寄りになってやってると思ってください。この活動をやってて創価学会にも絡まれたりいろいろしてますけども、本当にですね、そういう状況に負けずに県民の真の声を皆さんで発表していきましょう。そのための署名でございますので、皆さん一人一人が